はようございます。おはよう。今日はどこに行くんですか？今日はこのまま伊勢に行きます。伊勢神宮ということで、伊勢神宮にお伊勢参りに行きます。明日は旧正月、そう、旧暦の元日になるから、私は毎年できればその日に伊勢神宮の参拝をしていて、伊勢神宮にさ参拝に行きだしたのが本当に7年ぐらい前からなんだけど、そこからお礼参りでさ、1年ありがとうございましたとか、お札返しに行ったりとか、なんかそういうのがあって、毎年1年に1回必ず行くようにしていて、で日を選ぶのもたまたま何年前かに行ったのが、偶然選んだ日が、その旧暦の元日だったのよ。そしたらなんかすごくその日、その1年がなんとなく巡りがいい気がして、それ以来できれば選べたら元日を狙っていこうっていう風に、初詣だよね。ありがとうございました。さあ、おかげ横丁に行きます。わーい、ビールだもん。子供の頃ね、家族と何回か来たんだよね。愛知から近いもんね。愛知から近いから。はい、久しぶりに食べるよ。いただきます。うわ、寒い。来ました、おめでとうございます。来ました、おめでとう。昨日はあの伊勢うどんを食べた後はちょっと Vlog 回せなかったんですけど、夜ご飯、焼き鳥にかわさんっていうですね、とても美味しい焼き鳥のレストランに行きまして、その後スナックに行ってちょっと軽く飲んで寝たっていう感じです。いつも太陽のフレアがこんなん出ないのに、これすごい。めっちゃ出るよね。めっちゃ出るよ。外宮内宮といって最後の参拝、猿田彦神社です。道開きの神様。仕事運が上がりますように。芸能の神社の猿目神社にもお参りして、これで予定していた全ての参拝終了です。今日は本当に光も綺麗、太陽も出てて気持ちいい、午前中の、いい時間でした。逆や。何番？41番、来た。41番え一緒や。仲良しか。寂しさになんとはなくて、来てみれば嬉し桜の花盛りかな。思うがままになる運です。何事にも静かに他人とよくよく相談してことをなさい、すべて心のままになるでしょう。すごい一緒、大吉。